さん、2022年も終わりですが、例のあの企画がやってきましたね。じゃあ店内行きますか。いますね。こんにちは。こんにちは。ヤクさん。はい。2022年も、はい、もう終わりますね。あと3ヶ月ぐらいですか。もう終わります。あの企画がやってきましたね。何の企画でしょう。ガクのインスタグラムフォロワーいてない企画来てしまったな、はい、まあ YouTube 投稿した時にもコメントをガク見たかな、見てないか。フォロー外しますってコメントになった。見てないわ。でへえか、許せんなっていうぐらいっていうぐらいみんな求めてるということで、まあ当時約束してたのが、ガクが、2000人いかないと年末にプレゼント参戦かな、確か。で俺が行かんかったら俺は4000人やって、うん、僕は行ったんですけれども、もう2022年、うん、今日撮影してるのが12月27日ということで、もう無理でしょ。あとまあじゃあ3日4日かあるんでまだ行けるかな。無理なんで撮っていきましょう。持ってきましたよ。お、参戦持ってきてくれました。持ってきました。おー、羨ましいですね、皆さん。持ってきました。僕は持ってきてないです。あ、うん、行ったんで。じゃあガクの紹介していってもらいましょうか。はい、マーシーチャンネル。はい、ということでガクさん、はい、今回はこの視聴者プレゼントということで、うん、ガクがよく使っているアイテム3選を自宅から持ってきてくれたと思いますが、はい、そちらを順番にエピソードも踏まえて、そうですね、紹介してください。はい、早速いきますね。うん、1つ目がこちらで。おお、出た。アンブロのボンボンのニット帽ですね。うん、去年ぐらいかな、一昨年ぐらいかな、うん、僕アンブロめっちゃ好きなんで、うん、アンブロのボンボンのニット帽ないかなと思って、うん、探してた時にあって購入したものですね。うん、これもプレゼントします。いや、めっちゃいいやん。それよく被ってたよね。めっちゃ被ってました、これも。うん、そうで、やっぱ今ボンボンのニット帽って結構被っとる子多いじゃないですか、流行ってて、うん、そうだけど多分アンブロを被ってる人は俺見たことないかなっていうか、うん、でカラーの配色もすごくいいんで、ええー、なネイビーに赤って使いやすそう。そうなんですよ、これもすごいかっこいいんで、うん、まあけどあんまりちょっとかぶらなくはなったんで、はあはあ、まあこの機会にちょっと誰かにつけてほしいなということで、うん、持ってきました。なるほど、かぶらなくなったんですか。おー、いや、そんなことないですよ。そうっすよね、かぶってますよ。大好きなアイテム3選をプレゼント。もちろん。そうっすよ、もちろんもちろん。けどこれもすごい僕思い入れがあるっすね、うん、結構頻繁につけてたんで、うん、でしかもブランドがアンブロっていうのがほんまにないんで、うん、そういうのも含めてすごい思い入れのある商品をプレゼントします。ありがとうございます。1点目でございます。はい、2点目、うん、こちらのカードケースになります。おお、次のユーズドの商品なんですけど、うん、これめっちゃあれっぽくない、マルジェラっぽくないですか。そうやね、そう、番号入っとって。そうなんですよ、すごいマルジェラっぽいなと思って買ったんですよ。うんうんうん、でこれもずっと使ってて、それこそパスモとかなんかそんなにめっちゃ入るわけじゃないんですよ。そうね、そうだけどパスモの定期入れにめっちゃちょうどよくて、うん、めっちゃ使ってたんですけど、うん、まあ、新しくじゃあ買い直します。僕は去年かな、ほう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 、去年か一昨年ぐらいに買いましたね。なるほど、毎日使ってましたよ、ここ。なんかようわかんないんですよね、めっちゃ年季入ってるんですよ。入ってる。そうで、ブランドとかも何も書いてなくて古着の商品なんですけど、うん、でなんかちょっとペンキっぽいんですよ。そうね、そう、なんかレンガみたいね、なんかちょっと変わった、なんかほんまにマルジェラっぽいデザインのね。でもしっかり革よな、それ革です。めっちゃいいよ。なんかすごい珍しいカードケースです。うん、まあなんかこの辺も無難に皆さん使ってくれそうなんで。確かにもう今やもうキャッシュレスの時代なんで。ああ、そうですね、うん、確かに確かに。これが2つ目です。はいよ。ラストですね。お、ラスト3つ目が、最後はちょっとパンツになるんですけど。出ました。こちらのパンツです。伝説のパンツやん、それ。伝説のパンツなんですか。伝説のパンツやでしょ。伝説のパンツ。リグ太郎さんとのコラボ動画で買ったプーマのトラックパンツです。うん、これめっちゃかっこいいんですよね。
いいね配色。そうでリアルに僕もめっちゃ着てたんですけど、うん、最近僕あのマシ君にアディダスのスウェットパンツもらったじゃないですか。おうおうおう、あれとすごい似てるんですよ。あ確かにな。そうそうそう。でまあブランドもプーマとアディダスやったんで両方ね、うん、まあもうあんまもう使う機会なくなるかなと思ってすごい履いてたんですけど、うん、売っちゃいます。売っちゃいますじゃないわ、売れます売っちゃいます。万能受けするアイテムじゃないじゃないですか。そうやな、ちょっと怖な。そうそうそう、うん、けどこの辺のやつをすごいおしゃれに履くとめっちゃかっこいいんで。かっこええな、それにレザーとか合わせてほしいな、うん、そうなんですよ、うん、なんかそういうアイテムをもらってなんかそういうなんかスタイリング挑戦してほしいなと思って。確かに、まあプレゼントやしね。そうなんですよ、プレゼントなんで、うん、使いやすいアイテムっていうよりかはなんかこっちがそう提案してすごいなんていうの気に入ってくれたらいいし、うん、と無難じゃないアイテムをあえて選びました。間違いない、うん、全部いいね。パンツにカードケースにビーニーに。そうなんですよ、うん、なんかあんまりね僕結構コンセプトしてあんまメインじゃないやつを選んだんですよね、あえて。ほうほうほう、アウターシューズとかじゃなくて。そう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 、うん、が使ってくれそう、うん、な気はする。プレゼントだし、まあ、まあ使わなくてもいいんですけど別に、うん、買えたら使ってくださいね。欲しい方がいたらでいいんで。欲しい方いるやろ。いなかったら全然僕が使わんでそのままとガクのアカウントと店のアカウントメンションしてストーリー載せてもらった方が応募条件で、ポップアップにも持っていきますし、ポップアップで全部がなくならなかったら店舗に来ていただいた時にあの時実はメンションしたんすよねみたいなテンションで言ってくれたら、もしあった場合は裏に引いとくので、まあそうです、ね、それで手渡しで渡す感じでやっていきますか。しましょうか。うん、感じで、あとはもう早もん勝ちっていう感じで、一発目の営業が原宿、うん、で1月6日7日2日間限定で8日以降からは通常通り豪徳寺で営業しますので、うん、3つの中でもこれはマジおすすめやなっていうやつありますか。これですかね。おお、カードケース、うん、いいね。これすごい気に入ってるんで、うん、なんかブランドとかじゃないですけど、うん、デザインもかっこいいですし、うん、普通に多分使いやすいと思うんで、うん、ですかね。うん、2022年も終わりということで、ガクが皆様にプレゼント。はい、これ残ったら残ったで悲しいです間違いないな。いやいやね、もらってほしくはないけど、うんうん、なんかまあ別に最悪いやいやもらってもいいか。そうやね、初営業は6、7、それ以降は通常通り営業しておりますので、先ほどお伝えしたメンションしていただいて、はい、あの商品ありますかって言ってくれたらプレゼントするので。そうですね、うん、お待ちしております。はい、じゃあガクさん締めてもらっていいですか。それではまた。See you。 ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。 See you。